9月27日6時55分の相場解説になります。これがね、冷やしを見てるところなんですけども、冷やしはどうですかね皆さん、あの、こういうふうにバーっと下がってきて、今ここをセカンダリトレンドを引いて、えー、その後ね、これがどこに向かうのかなって考えてるところだと思うんですけども、えー、4時間足の方で細かく見てみます。 あ、相場解説されてる方ね、まあ、こういうふうに、たタたタ,タ,タといった方がいいかと思いますよ。えっと、上昇トレンドを書いたところがこれ、そこから転換していったんですけども、またね、この何本かで上に向かっているような感じがありますね。ジグザグしてますよね。ということは、この4時間で見ると、このジグザグがここを超えて高値更新すれば、これは上昇トレンドに乗っているってことなんで、4時間では買いっていう判断ができるということですよね。これ、今、大事なこと言いましたよ。はい。で、1時間を見てみましょう。 一時間見てみると、私が考えてるのは、ここが V の字を書いたように、えー、へこんでますよね。で、これ上昇トレンドを書いてると。で、これ下がるう方向についていこうかと思ったんですけどもうん、ちょっとね、ついていくほどの売りってのが出てないんで、ほっといたら転換していったってことですよ。これはね、私はね、あのー、高値更新を見せたんじゃないかなと思うんですよ。ね。で、安値更新もするんじゃないかなと思うんですよね。今後はこういうふうに、 動いていくんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよ。そうですね。ちょうどこれも何回も出るんですけども、左右対称みたいになるわけなんですよ。こうね。で、横ばいはあるにしても、どうですかね。ここを起点にして左右対称みたいになっていくんじゃないかなって考えるんですけども、いかがでしょうか。私が予測したのはここですよ。ですから、昨日は売りというふうに考えたんですけども、ここに来て私は買いを考えています。おそらく買いで取るようになるでしょう。 皆さんはどう感じでしょうかそれでは本日もよろしくお願いします。